はい、今回ご紹介する本はこちらです。他人を攻撃せずにはいられない人というこの一冊になります。この本はどういう本かと言いますと、この帯に書いてある通りに、人をやたらめったら攻撃する、攻撃的な人、ここではズバリ害になる人というふうに書いているんですが、この人の精神構造はどうなっているのかということをズバリ分析して解析して、そしてどのように対処すればいいのか、そういうことが分かる一冊になっています。で、この他人を攻撃するという方法にもいろいろありまして、やはりその例えばさりげなさを装ったりとか、一見こう物理的な攻撃をしてないけれども、さまざまな方法を使って要は他人を支配する、こういう行動を取る人の精神構造、そのためにはどのようなことがその方に起きているからそういうことが起きたのか、そしてじゃあその方と対処するため、その怒りをかわすためにはどうすればいいのか、そういうことが分かる一冊になっておりますので、もし周りにこういう方がいらっしゃいましたら参考にしてみてください。以上です。